こんにちは、バルです。今日はビーズ祝35周年デビューアルバムビーズを振り返りしたいと思います。はい、ってことですね、9月21日はビーズさんが35歳になりました。そして35周年イヤーが始まりますということですね。1998年の9月21日にビーズさんお二人がですねデビューをしました。そしてデビューの日にですねシングルだからその手を離してと、あとはですねアルバムビーズを同時発売したんですよね。当時松本さんは27歳、稲葉さんは23歳、その後ですねすぐお誕生日なので24歳なんですけれども、はい、このですね、27歳と23歳のコンビがですねついについにあの世の中に放たれたわけでございます。はい、そしてですね当時のお二人のというかこのアルバムを出す時のキャッチコピーがあったそうです。最先言えないすいませんちょっと笑っちゃった。最先端から加速する、空想の未来ならいらない。ちょっと今聞いたらくすぐったいですよね。はい、ということでですねあのビーイングさんも、超大型新人的なですねあのきっと立ち位置であの世にこのお二人をですね放ったということがよくよくあの分かるキャッチコピーになっております。もう一度お伝えします。最先端から加速する、空想の未来ならいらない、ビーズだからその手を離してということでございます。はい、あのごめんなさい変なテンションですね。はい、ということでですねあの非常にあの当時私はあのこ の, あのビーズさんが生まれた時はあの同い年なんで私はまだ0歳だったと思うんですけれども、当時ですね、このプロモーションを見られた方は非常に羨ましいなと思っております。はい、そしてですね、せっかくなので、アルバムビーズを振り返ってみましょうってことで、私もあのほとんど聞かないんですけど、あのミックスしちゃうんで、でも改めて聞いてみたらどうだっただろうかっていうところですね、せっかくのこうデビュー作というところなので、あの皆さんと一緒に振り返りできればと思います。はい、まずは1曲目、だからその手を離して。これはですね、もうシングルということで、こうやっぱりキャッチーで、いいですよね。イントロがやっぱりいいですよね。そしてあのこの曲はですね5エラーズの時に1曲目であの稲葉さんが歌われてたんですけれども、グッときましたよね。そしてですねこの曲はあの明石さん の, あの編曲アレンジャーとしての、編曲1曲目でもあるらしいです。はい、あのすいませんウィキペディア情報なので違ってたらすいません。はい、けどなんかあのこうビーズさんのこう黄金期というかこう立ち上げ期を一緒に作ったメンバーがある意味こうなんていうかねこう若々しいメンバーで構成されてたんだなと思ってこうなるほどなと思ってました。はい、で2曲目がですね、ハーフトーンレディーということで、この曲はですねだからその手を離してと合わせてシングル候補ということだったらしいです。なのでですねだからその手を離してと逆のテイストですよね。なんかこうちょっと明るくてポップでみたいな、こう女性の声も入っててみたいな、もしこれがシングルに採用されてたら、どんなジャケットになってたんだろうなとは思います。この黒であのビーズってあって、あの2人のなけなしのあの一丁羅、この一丁羅のテイストでいったの、貫き通したのか、また違うちょっと柔らかいテイストだったのかはちょっと分かりませんが、この曲じゃなくてよかったんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、そして3曲目はハートも濡れるナンバーですね。これはもう鉄板ですけどね、聞きなじみがありますよね。そしてあの久しぶりにあのアルバムの方で聞いたらですね、あのイントロがこんなに長かったっけと思って、はい、ちょっとですねドラマ調になってるっていうか、ちょっとこう劇場チックと言いますか、ストーリー性を感じるイントロですよね。で、あのこの曲はライブでも数回
披露されている曲で、私も聞いたことがあるんですけれども、やっぱりこうライブでこう花開いた曲だったんじゃないかなとも思っていますね。はい、みんながうっとりする空間が作れる曲ですよね。そしてそして4曲目です。夕べのクライング This is my truth ってことで、もう夕べがひらがなの時点でちょっと私はふふってなっちゃうんですけど、すいません。はい、まあ、でもなんかこう当時のこう色味というのをですね感じますよね。そしてこの曲はですね、あの加工が、声の加工がすごいですね。稲葉さんの声質どこ行ったっていうところでですね、あの、まあ、加工なのか、まあ、こういう声だったのかは分かんないんですけれども、あの稲葉さん味を全く感じられない曲でした。でもなんか曲調としてはこうドラマの主題歌で採用されてそうな曲ですよね。そして、5曲目が Nothing to Change。 はい、でこれはバラードですね。はい、サビがめっちゃ好きでした。はい、サビのなんていうかね、曲調っていうかスカッとしなくて、ちょっとこう半音下がるっていうんですかね、ちょっとこうマイナーっぽくなる感じが個人的には好きです。そして孤独にダンスインベインですね。はい、この曲は後のビーズさんの方向性に近いような気がするけれども、作曲した方が違う、あの松本さんと違う方なんですよね。ということで、あのまあそんな感じかというふうに聞いてましたが、まああのまあわりかし素直にというかビーズさんっぽいなっていうふうに聞いてました。はい、そしてですね、次 It's not a dream ということで、まあ、これはですね、曲調はテンポが良くて好きだなと個人的には思ってます。でもう一つはですね、ちょっとこれはあの私の個人的面白ポイントだったんですけど、 A メロっていうんですかね、 A メロの稲葉さんの、 あの歌い方というんですかね、こう歌詞の長さに振り回されるというか、こう言い切れてないような稲葉さんの感じがちょっと個人的には可愛いなと思ってます。いや、これ言い切れてるのかもしれないですけど、自分的にはすごい振り回されてるなと思ってちょっとフフってなりました。はい、で最後ですね、君を今抱きたい。はい、もうこれイントロ聞いた瞬間に安心感が半端なかったです。最後にこの曲でよかったって思いましたね、本当に。むしろ最初に持ってきた方が良かったんじゃないかと思うぐらいですけれども、はい。まあ、そう思うとですね、やっぱりこう曲というかこのアルバムを通してですね、だからその手を離してと、ハートも濡れるナンバーと、君を今抱きたいの完成度っていうんですかね、クオリティが抜群に高いですよね。何なのっていう、本当に、まあ、この3曲の記憶しかないぐらいなんですよね。やっぱりこう自分がこう久しぶりにこのアルバムを聴いてみて、ああ覚えてるなっていうのがこの3曲だったので、まあね、デビュー曲ってデビューアルバムってそんなもんだよねっていう感じなのかなと思います。はい、でこのアルバムはですね、初登場47位というところだったらしいです。まあそっからのね、今のビーズさんと状況を見るとですね、まあ本当にドリームですよね、夢がありますよね。なので、まあ、私がですね、あの今こうビーズと同じ年齢の私がですね、あの喋っていく中で、まあ、当時聞いていたそのね、デビューに立ち会ってた方からすると、本当にあの心を震わす曲たちだったんじゃないかなっていうふうに思います。なのでこうビーズさんをですね、見つけてくださった当時のファンの皆様、本当にありがとうございました。そしてですね、松本さんのですね、ビーズに対する戦略ですよね、まあ、これに関しても本当に感謝しかないです。はい、なのでですね、本当にまあ必然というか、必然のデビュー、必然のまあ今の状況なのかなとも思いつつ、本当にですね、こうデビューアルバムはこうウィーウィーしたと、当時のですね、当時の楽曲の鉄板と、あとはお二人ならではの挑戦、まあ主に松本さんですよね、松本さんとまあビーイングさんの挑戦がまあこう全部入ったアルバムだったんじゃないかなと思ってます。はい、なので本当に本当に後のブレイクスルーしてよかったなと思ってます。はい、なのでですね、まあ
改めて聞いてみるとですね、こうやっぱりこうデビューをするということのなんかこうなんていうの、緊張感を感じるアルバムでした、個人的には。はい、なので、まあ、当時ね、聞かれてた皆さんというか、この場面にデビューにこう立ち会ってた皆さんがもしいらっしゃったらですね、まあ、どんな、まあ、私と全然違う感想だと思いますので、どんな感じだったかぜひコメントでいただけるとすごく嬉しいです。はい、そしてですね、改めましてビーズのお二人ですね、35周年本当におめでとうございますということで、これから始まるですね35周年イヤーもあると思いますので、健康に気をつけてですね、引き続き楽しい、一緒に楽しんでいけたらなと思っております。はい、本当にもうお体だけに気をつけて頑張ってください。はい、ということでですね、はい、祝35歳、ビーズ35歳35周年スタートということで、ですね、デビューアルバムビーズを振り返りしてみました。はい、ぜひですね、皆様の感想だったりですね、あとはコメント、ぜひぜひ書いてってください。そしてですね、このチャンネルはビーズさんにまつわるですね、こういう情報だったりとか、楽曲の振り返り、ライブのレポートなどですね、いろいろ発信していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは失礼いたします。